エクシリム携帯ソフトバンク 930CA はカシオ計算機が開発しソフトバンクモバイルが販売する WCDMA 通信方式の携帯電話端末である当初2月20日の発売を予定されていたが2月26日に延期となったソフトバンクモバイル向けで2期種目となるカシオの端末ソフトバンク向けでは初のエクシリム携帯で さらにカシオでは初めてスライド式の端末となっているが、向かって右側の位置でカメラレンズ部が強調された筐体裏面のデザイン基調は au 向け機種や本家デジタルカメラシリーズと気を一にしている。最大の特徴は世界最速の0.99秒で起動ができる広角 28mm の約809万画素 CMOS カメラである。エクシリム形態として エクシリムエンジン4モバイルを搭載するなどカメラ機能に力を入れている。メインディスプレイは 830CA よりも大幅に高精細になった3.0インチのフルワイド VGA 液晶を搭載している。また、下り最大 7.2Mbps の 3G、ハイスピードにも対応。830CA と同様に開発と製造を NEC に委託しており、 UI は NEC 製であるがカメラ機能の UI はエクシリム m のカメラと同様の操作体系になっている。ありがとうございます。